ライオンズを破ったというゲームになりました。今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。今日は浦和学院の OB 対決ということになりました。両先発、まずは渡辺裕太郎の立ち上がりです。ツーアウトランナー一塁、ここは外の攻めで続けたんですがレイアップに打たれましたね。そうなんですね、まあ、ここね、本当に外一辺倒で、まあ、うまくね、レイアップ選手に合わされましたね。一方でマリーンズの先発渡辺裕太郎も4年先輩ということになります。小島がマウンドに上がります。こちらは2回です。ツーアウトランナー一塁から久しぶりにネットライトゾーンに響いた山川の一発、このバッティングいかがですか。いや、本当にコンパクトね、こういうバッティングを続けてきた、ヒットも増えると思いますしね、ホームランも増えると思うんですよね。まあ、最後楽しみになったんですよね。もう少し広げてライオンズが2対1と逆転に成功します。3回です。ワンアウトランナー1塁、今日も2番の佐藤俊也、ここは敵に切り替えてきたところ、渡辺裕太郎少し守備の乱れが出ました。ランナーがこれで3塁1塁です。この後3番中村翔吾の内野ゴロの間にここはマリーンズに1点が入ります。まあ、この序盤というところでいうとお互いに点差ミスが続いてというところになるんですよね。まあ、そうですよね、はい、まあ、どっちに転ぶか分からない展開ですよね。3回の裏にはこちらもエラーが絡んで2アウトランナー満塁、そして友崎、さらにはこの後6番の栗山と、小島からすると今日ミスでしたかね、ここちょっと乱れましたね。まあ、そうなんですよね、だからライオンズはここ一気に行きたかったんですけどもね、この後にこうタイムリーがね出なかったのがね、このやっぱり主導権が握れなかったのかなって感じはしますよね。またあとね、なお満塁でしたがね、その後に関して言うと山川は倒れたということですが、この時点ではライオンズが2点を勝ち越して4対2、そのままゲームは5回です。ノーアウト3塁2塁から佐藤俊也、ここはうまく打たれましたね。ここはね、ナイスバッティングですよね。ランナー2人が帰ってきて、これでマリーンズが4対4とゲームを再び振り出しに戻します。この後ランナー背負った状態で今日は2番と顧問に繋いだんですが、ツーアウトランナー2塁1塁、今日ヒーローインタビューにも呼ばれました西岡のタイムリーです。マリーンズが勝ち越し、これで5対4とします。終盤戦に入ったところで一気にマリーンズが同点から逆転に、そして6回です。小島が続投、まあ、本当に3回以降というところは素晴らしい立ち回り見せましたね。そうなんですよね、ですからね、序盤にこう、なんですかね、小島君をですね、乗っかする、ね、チャンスはあったんですけどもね、なかなかもう一本が出ずにね、まあ、逆にこの小島君がね、調子を上げてきましたよね。今日小島6回4失点、一方で7回です。この回は森脇が上がってランナー溜まった状態で駆け手間につないだんですが、満塁から藤岡にもう1本出ました。満塁から走者一掃、3点タイムリースリーベースという形になりました。まあ、この辺のね、藤岡君のタイムリーなんてね、しぶといですよね、非常にいいバッティングですよね。中盤から終盤、今年のマリーンズの強さが出た今日のこの7回の攻撃ということにもなります。そしてマリーンズからすると8回4点リードから佐々木千早投入になりましたね。そうなんですね、やっぱりね、ここをしっかり抑えてやっぱり9回っていうね形を取りましたよね、井口監督ね。中軸の並びというところで森友也、さらには中村剛也と強打者相手に佐々木千早が光るピッチングを見せました。そして9回には今日4番手田中をマウンドに上げて、ツーアウトランナー2塁というところまでは行きましたが、最後のバッターウムキが倒れて3アウト、ゲームセット、8対4、マリーンズがライオンズを破って、このカードは2勝1敗、マリーンズは連勝、貯金を14として来週のホームでのバファローズ戦に入ってきます。一方でライオンズは連敗、今シーズンワーストタイ、借金11という今日のゲームになりました。